皆様こんにちは。加護園の野口貴子と申します。今日は6月の9日金曜日、10日日曜日、加護園で行いますベゴニア祭りのご案内をさせていただきたいと思います。その中でも初日の9日の金曜日、10時から12時、このクリスマスローズのリース作りのワークショップがございます。クリスマスローズはもう時期が過ぎてしまったんですが、この弊社で全部私が交配して作っておりますクリスマスローズの、ドライにしたものをご用意してますので、それを使ったこのようなクリスマスローズのリース作りを、お楽しみいただきます。講師は、小林あずさ先生という府中のお花の教室をなさっている方で、300人近い生徒さんがいらっしゃる、とてもセンスのいい先生でいらっしゃいます。その方がいらっしゃって、このクリスマスローズのリースを作っていただきます。参加人数は10人までで、8名から10名になりますが、価格は5,000円になります。クリスマスローズのリースですが、このようなものを作っていただく、その場所はこの館の元になります。奥にはベゴニアの温室があるんですが、こちらでワークショップを開催します。このスモーキーな感じの雰囲気、グリーン、スモーキーグリーンとスモーキーな感じのちょっと抑えたね、落ち着いたピンクの感じが、今日の私のいでたちとぴったりかと思います。このスモーキーなグリーンとスモーキーなピンクの靴、この雰囲気とぴったりマッチングすると思うんですが、キンキンしてないこの優しい落ち着いた色合いがすごく素敵なクリスマスローズのリースになってます。こちらがワークショップで使うクリスマスローズのドライになります。これらは全部私が交配をして3年かけて咲かせた花々です。でこの春、交配をしながら花首を落としていったんですが、例えばこんなあたりもパピエですね、加護園のオリジナル品種パピエのブランシュ、白のタイプです。ダブルなんだけれども蜜腺、本当のお花はここですけど、そういうお花の部分、これここは萼片です本当はね。で、こういう、加護園オリジナルのパピエ、これもパピエです。こんな、ものもドライにしてございます。こんなも、他にもたくさん種類があるんですが、お好きなクリスマスローズのドライのものをお使いいただき、クリスマスローズのリースを作っていただきます。このクリスマスローズのリースは、小林あずさ先生がとてもセンスのある方で、こうクリスマスローズのドライになっていく姿がすごくシャビーでシックで、そんな雰囲気に合わせてユーカリですとか、それから、スモークツリーですね、スモークツリーのこうちょっとモフモフ感、あとは、ライスクラッカーっておっしゃったかな、ちょっとこの淡いピンクの感じもこのシルバーグリーンの感じによく合うと思いました。あとはチランジアのモソモソっとした感じでこうカバーリングしたりして、とってもそのクリスマスローズの旬の時の感じとは違って、ちょっと枯れゆくシャビーな雰囲気をすごく他のものと一緒にまとめていただき、なかなかこういうセンスのある方はいらっしゃらず、とても素敵なリースが仕上がると思います。日陰でお部屋の中でかけていただくと、本当に半1年ぐらいは十分持つかと思います。このクリスマスローズのリースですが、ここに使われているスモークツリー、これはスモークツリーのお花のドライにしたものなんですが、うちにはですね、加護園にもこんなスモークツリーの木も植えてあります。これがスモークツリー、お花屋さんでもよく、たまに見かけますでしょうか。このモフモフ、これが、これからまだお花が咲きますけど、生花をの状態で入れてもいいですねというお話で進めておりますが、もしくはこれをドライ時期によっては、ドライにできてるかもしれません。でそれをこの中に入れる、フレッシュなのが入ればまたそれはそれですごく素敵なものになりますね。仕入れてるものもありますが、基本的にうちで栽培した私の
荒廃したクリスマスローズ、それから加護園にあるこのフレッシュなスモークツリー、こんなものを作るワークショップですので、なんでしょうね、ちょっと農園の自然の息吹を感じていただきながらやるというところが、普通のワークショップ、マンションの室でやるようなお花のワークショップとは異なるというところがすごく魅力の一つでもあります。庭のこういうグリーンの木々を、緑の息吹を感じていただきながら、ワークショップを楽しめるスペースになってます。ぜひこんなリースをご自身で作っていただいて、クリスマスローズのシーズンは終わってしまっているんですが、その去りゆくクリスマスローズをお楽しみいただき、楽しんでいただけたらと思います。